はい皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋孝子です。本日のテーマは、AI の新時代に業績を伸ばせる教室と沈んでいく教室の違いとはということについてお伝えしていきたいと思います。えっ、ー、と、まあ、あの昨今ですね、AI の進化がすごくて、いろいろな便利なツールとかが。 出てきてきいるんですけれどもあの、まあ、この AI のことに関して私何回か動画でもお伝えはしているんですが、まあ、使う側になるのか使われちゃう側になるのかっていうところと仕事を奪われる側になるのかっていうね、まあ、そういうお話とかもしてきてるんですけれどもこの時代だからこそ、えー、どういう知恵を使っていくのが正しいのかっていうことをですね、まあ、実例も踏まえた上でですね まあお伝えしていきたいなというのが今回のテーマになっております。はい。それではね、早速本題の方に入りましょう。えー、っと、まず AI の新時代に業績を伸ばせる教室を伸ばせない教室、は沈んでいく教室ですね、この違い、大きな違い、何なのかっていうことなんですが、一言で言うと、正しい情報を手に入れることができるかできないかということです。で、ここで言う正しさっていうのは、 えとリアルにそれが実践した人の言葉で構築されている情報これは正しいというふうにこの私のテーマの中ではあの位置づけていますつまり、えー、情報弱者っていう言葉って私あんまり好きな言葉ではないんですが情弱っていう言葉をねあの言う方とかいらっしゃるんですけれどもそういう方はですねちょっと知恵のついた悪い方 に騙されやすい、えー、時代がより加速したということになるっていうお話なんですね。はい、じゃあどういうことなのっていうことをねちょっとお伝えしていこうかなと思うんですけれども、あのー、私コンサルタントっていう職業をねやっているんですよ。で私自身は何、あのー、ていうのかなちゃんとやってる人のコンサルにしかついたことがないので。 えー、机上の空論とか、えー、と何か情報とかを、ね、読んで寄せ集めたようなことを言いつつお金をもらうような人のコンサルを受けたことがないんですよね。やったことがある人の体験をベースにした構築された内容を学ぶために、まあ、お金を払うっていう、まあ、そういうことをやっているのがベースだったんで例えばそうですね、えー、っとマーケティング を主軸にした形でのホームページの構築はどういう観点からするのがいいですかって言ったらホームページを作ったことがあるコンサルタントから習いたいんですよわかりますあのウェブ上に載ってる情報とかからで こうだよねっていうなんとなくチャラリとした状態で、えー、それを言う人の言葉はやっぱ薄いんですよ。じゃあ例えばその中に入った操作のこととか言ったら多分その人喋れないんですよ。その表面で見えてることは喋れるけどだって動かしたことがないからっていうことなんですよね。で私のポリシーはですね基本自分がやって成果が出ていることを伝えるというのがポリシーなので皆さんに いいよねこれいいんじゃないと思うのはまず最初に私がやります。例えば最近で言うとチャート g p t とかミッドジャーニーとかその世界ですね。もっと違うものとかもいろいろあるんですよ。あるんですけれども、あ,のあまり専門職なわけではないので、深くそこをやっていく必要はない部分は当然切り捨ててます。で例えばペライチとかっていうねあのランディングページを作る便利な仕組みがあるんですけれども、それもペライチが あの出始めのぐらいの時に便利らしいって聞いたらまず自分がやってます。でその後もずっといいなと思ったら付き合ってるし。あと Canva もそうです。アメリカ版というか英語だった時から私 Canva っていうあの画像のね、えー、いろいろな生成ソ アプリがあるんですけど、そ,それ、ウェブサイトでね、やっていくんですけど、それはどんどん進化してて、めちゃめちゃ便利になってってるとか、これも使いながらだからいいよってみんなに言ってます。ワードプレスもそうです。自分が作ったことがあるから、ワードプレスっていうのはっていうので、まあ、ただ細かいね、仕様とか対策の超細かいところは無理ですけど、どこを触ったら何が書いてあるかぐらいはわかります。で、その状態でホームページとはっていうふうに私語ってます。 だからある人にね言われたんですけれどもあの私の本って、まあ、いろんな本出してますけどねこ,うこ,うこれからまあ1冊目がこういう本があのしっかり稼げるとかこういう本あるんですけど私の出してる本って全部自分が体験したかクライアントさんと一緒に体験をしてるかっていう情報から書いているのでそれを読んだ方が「ガチだなこの先生」っていうふうに言った人がいるんですよ。 あの奥さんが本も手で旦那さんがねそんな感想を言ったっていうのを聞いたんですけれども、うん、それは私の主義だからですあの。現場でちゃんとやったことの検証したものだけを伝えるっていうでこれ私デフォルトだと思ってたんですよ実は私そういうふうにして今までずっと会社員時代もそうだったし コンサルの方もまず自分がやるそれを教えるそして再現していただくっていうこの手順で常にやってきたので当たり前ですけど生々しい情報だし真実の情報なんですよ。ところがコンサルタントが怪しいって言われちゃうゆえってあの必ずしもそういう人ばかりではないというかそうじゃない人の方が多いらしいってことが実は後で分かりました。 あの同業の人のことを別に批判をするつもりはないんですけれども一定数そういう方がいるっていうことですつまり自分がそれをやったことがないのにじゃあ例えばホームページ作ったことがないのにホームページの作り方語るっておかしくないですかとかいう世界なんですよ作れるよねっていう世界いやそれは分かりませんみたいな感じだ,だから情報が薄いですよねだけれども あのそういう人の表現って案外上手だったりすると情報弱者と呼ばれる正しい情報を判別できない人特に起業したての人とかあそういうところに疎い方は、まあ、格好のカモになってしまうわけですよ。じ言葉嫌いな言葉なんですけど情弱狩りとかいう言葉があるらしいですけどねウェブ上では。だからこれは一般人もそうなんですけど教室の先生の 情弱狩りにあった話なんてて山ほど聞いてます私、あのー、金額大きかったやつはね、本の出版ですかね。レシピ本出す詐欺的なやつ。あなたの本をぜひ出したい的な感じで。まあ、自費出版風な雰囲気になっちゃうんですけど、80万円か100万円だったかな、確か。で、預かった上に倒産です。まあ、計画倒産なんですけどね。 それで被害に遭った先生からまあたまたまね終局のお話で伺った時に先生こんなあれがあるんですけどとか言ってああそこですかみたいな <laughs> あの何人もその話聞いてますみたいななぜにそこを頼んでしまうのでしょうっていうあのそういう感じとかですね、まあ、言葉巧みに寄ってきますすべてを否定しろとは言わないんですけれどもあの情報ですね 上手に取っていきかつその情報を発信している人が正しく実践をしたことを言ってるかどうかっていうところぐらいは見極めてほしいんですよね。うん。だからやってもいないのにやったふうにしゃべる人って案外世の中に多いんだなっていうのが分かってびっくりしたぐらいです私がね。でもそのまんま信じてやったら当然その人やったことがないことだからまぐ、あ、れでうまくいっちゃう場合とかあるかもしれないですけど。 できないときに相談したってやってないんだからそれ以上の答え出ないんですよ。ということで、成果が出ませんでしたみたいな感じであのご相談を受けるケースとかが最近増えてきてるんですよ。ということは、そういう、まあ、例えばコンサルタントなしは企業塾的なものも以前より増えてきてるということなんです。で、それは AI の時代でますます加速される予定です。なぜなぜらば えー、そういういコンテンテツ、レジュメ、簡単に作れるからで,すでなんかあたかも自分がやったことがあるかのように語れる人も出てくるからやってる人がプラスアルファでそれを使いコンパクトにして伝える自分の言葉で伝えるのは OK なんですけどやったことがないんだけどなんだかやった風にあしゃべりそして「 あのお金をいただくっていう人にお金を預けてしまうと当然成果は出ないしそれ以上深いことを聞いた時に答えが出てこないんですよねだから今後、えー、その AI の時代だからこそですね業績を伸ばせる教師の先生と沈んでいく先生の違いっていうのは正しい情報を手に入れて実践できるかどうかが多分大きな違いになってくるっていうことは人間力を見抜く力 あとリアルにその人は本当に信じられる人なのかっていう目線でちゃんとその人をジャッジするっていうことが必要になると感じていますまあ私はこういうことを言うわけですから <laughs> ああお前はどうなんだよって言ったら私はやってますよあのやったことしか言わないですもん基本的に動画でも何でもだから教えることをいっぱいしたかったら私いっぱい人より動かなきゃいけないから 常に走り続けてますそれは私の,あのコンサルタントポリシーでもあります。はい。だから失敗のリスクは自分が取るっていうことですね。だってうまくいった方法を教えれ,れば、クライアントさんうまくいくじゃないですか。だからあの何が最近ね、問題かっていうと、あとじゃあ例えば、えー、教室開業ができるための、まあ、レシピね。 教えますすよよっていいんですよそのレシピはでその中で集客も教えますよみたいなのがセットについてきているような時はやっぱり集客を教える再現性をその人が持ってるべきなんですよ。で例えば得意なのが Instagram 出てきましたって言ったら Instagram の領域を教えたらいいんですよね。だけれどもあたかもそれが全部教えられるように見せるっていうのはできてないんだったらそれは言ってはいけないことだろうというふうに思ったりします。 で情報を受け取る側もこの先生はどこまでできる先生なんだろうと思ってあのインスタグラムしかできないっていうのが分かったとしてもインスタグラムだけ自分もできればいいやって言ったら習えばいいわけですしもっと全般的にちゃんと聞きたいよねっていうふうに思うんだったら全般的にできる人を探して教えを請わないと何度もお金を払う羽目になります。で昨今の状態見てると割とその情報弱者と呼ばれる方は 価格の度合いがよう分かっていないのであの中身そこに払いますかみたいな中身にポーンと100万とか普通に払ったりするんですよ。でうまくいきませんお金もなくなりましたっていう状態になって私の目の前に現れるケースもあったりするのであそういうところが結構あるんだなっていうふうに感じるのは。 そういうい方たちが目の前に現れててて初めて分かるっていう感じただ以前よりご相談の回数増えてるということは皆さんはちゃんと情報を手に入れて、えー、この人っていう人と組んで業績を伸ばしていかないといけないと思いますだから騙される確率が増えてると思います AI 時代になったらどこまでが真実でどこまでが空虚架空の,の世界なのかっていうのを見極める目が 多分必要になってくるのであのー、まあもちろんリアルでね会って話聞くっていうのもいいですし、まあ、オンラインで便利なんですけどまた少し今ね対面とかリアルっていう方に風とか波が来ているので、えー、っと足を運んでねその人の、えー、人柄に触れるとか人生観に触れるとか その上で、ね、信じる、信じないとかっていうのが、まあ、ズームのライブとかそういうのでもいいんですけどね、そういったところも今後必要になってくるんじゃないかなというふうに思います。で、逆にこれ、あの教室の先生もそういう目で、一般の人とか、未来のお客様から見られるっていうことも理解しておいてくださいね。ということはですよ。 情報発信をほとんどしてない人は、その教室はないに等しいということになります。ますます。ますますです。はい、AI でアバターも作れます。だから、声を仮想にして、それこそ、こんにちは、中西しと学校ですみたいな声で喋るアバターを作って、ですね動画コンテンツ作れちゃうんですよ、男の人でも、女風になって。っていう状態、それでもまだあの情報が正しければマシ ですまだ正しくない場合でも仮想でも何でも作れちゃうのが今の時代になるので見極める側の能力が結構必要になるので女の人はね家電とか買っても説明書読まないっていうのも私知ってるんですけれども私割とちゃんと読む派なんです。で読まないのも知ってるつまり契約書もろくに読まない方が多い。で結構重要なこと書いてあったりするんですよ。 そしてそれがゆえに、ー、大会するときにえらい揉めるケースとかがあったりするのでやっぱり、ね、情報弱者ってよくないんですよこの時代を生きていく上で。それは教師の先生で職人だからとかそういう問題じゃないですよ。あのちゃんと真実をきちんと知る正しいということはどういうことなのかっていうのを知る楽な道を選びすぎないっていうことですね。 あの楽したがる人多くて、いや、私もね、楽は好きですよ、自動集客っていうのを言ってるぐらいだから、だけれども、必要最低限やんなきゃいけないことってやっぱりあるんですよ、特に企業当初は。で、その企業当初にやってない方っていうのは、 どこかの段階でやんなきゃいけない時期が来ちゃうんですよ。皆さんがそれをやってきて今の時代になっちゃってるから、そこに慌てて追いつかなきゃいけないから、大変なんですよ。だから、あのー、企業当初の人がまあ頑張り入れるのは、まだ想像つくじゃないですか。初めての業界だし、初めての独立だしとかね、全然ありうるじゃないですか。だけど、問題はある程度、 年金が入った教室、私的には7年以上とかよく言ってるんですけど、その人たちってあの時代の流れがよくて集客という概念を知らずに勝手に集まる、要はそこに教室があればとか、紹介があれば勝手に集まって、ネット集客なんてやったことがないっていうタイプの人もごろごろいる世代なんですよ。年の頃でいうと55過ぎ、65まで。 ぐらいいのところが多い感じですでその人たちも2つに分かれて新しい時代だっていうことでちゃんとそれを追っかけようっていうブラッシュアップするタイプと今更そこはできないどうしようでもどんどん教室衰退していくっていう焦りにつけ込まれるのがそのタイプです。はい、情報着者そういうい人って焦ってて焦るから あのちょっと悪い人からするとだますの簡単でコロッとだまされてこのお金を払えばうまくいくのかも教室って言って幻想と妄想をもってして契約をしたあげく当然うまくいきませんだからやっぱ楽したいとかいう気持ちが強かったりするとそこつけ込まれちゃったりするんですよ いや1ヶ月で急にそこまでできるようになるって確率的には低いんですよ。だけど何故か信じるんですよね。で、あのー、これ原理原則的な話なんですけど、一発屋もそうなんですが、急に売れた人って急に落ちるんですよ。だから地道にやる根っことか幹を太くするっていう作業って地味で面倒くさいし、えっ、ー、とそういう集客をちゃんと教える人って地味地味だ。 地味なんですよだから派手な集客の方に当たり前ですけどみんなやりたがるからで結局派手な集客を渡り歩いて数百万使う方とかね一個一個学んで根本は地味な集客をちゃんとやるっていうことを学ぶと決意してやることが結構大事なんですけどそこはやっぱり、ね、やりたがらない人が多いなあというニュアンス結局だから払うお金はそっちの派手な方を追いかける方がお金ガンガン使う羽目になります まあ、あのさっき言ったようにそういうちょっと残念な状態になってから私のところに来るとカスカスになってからいらっしゃる場合があったりとかねそこまで見てもらえるんだったら最初から本当頼めばよかったとかっていうことが最近本当よく言われていてあのこれ私がすごいとか言ってるんじゃなくてあ、うん、とち,ちゃんと見極めないで契約しちゃう方もどうなのっていうことを言いたくて言ってるんですよ。だから あのどういう人がどういう範疇でっていうところをちゃんと見極めないといけないんです、はい。だからまあ私のところでちょっとしっかりした講座を、ね、契約してくださる方ってメルマガを、ね、結構読んでくださったりとか動画をいっぱい見てくださったりとかそういう方が多いのはあのそれに匹敵するだけの情報量を私が出しているから信じてもらって、まあ、入ってもらってるっていう感じなんですよね。だからそこって結構 大事かなというふうに思うんですなのであのこういう時代になればなるほど、えー、っと AI を使った状態での、うん、聞こえのいいなんか楽できてうまくいきそうな情報ってどんどん増えてくると思うので正しい情報を手に入れてあの沈まないように潰れないように搾取されないように。 されるとといいいかななっってててう,うに思って今日日はそんなお話をししみました、はい、本日のまた本のめです AI の新時代に業績を伸ばせる教室と沈んでいく教室の違いとは、えー、正しい情報を手に入れるか手に入れないかです正しい情報の見極めはその情報の裏付けがリアルですの方がやっているかやってないか実践してるかしてないかこれが結構大きなポイントになりますので、えー、ご参考にしてみてくださいそれでは